さあ群馬県ガンマさんよろしくお願いいたします。コータスリザードン、そして、ウツボットメタグロスカポエラーライコー、いいね。このカポエラーとライコーのこのコンボがねめちゃくちゃ神なわけなんですよ。やっぱ地面タイプにね対してもまあ雷光きついんですけど、まあカポエラがね、まあ、地面についているとはいえ地面タイプのね技に対して大体強いみたいなところあるからね、これ晴れ VS 雨みたいなところあるわ。しかもこれね手動の雨なんで相手のね雨とか結構晴れとかね書き換えやすいというところありますし、この雷光とねこの素早さの格付けチェック明らかに完了しておりますので、はい、もうバグレベルで格付け完了してるんですよね。もう見とけ、もう思い知らせてやるわ。でグロスもなんか別に刺さってないし、カビゴンも刺さってないしな、マリルリも刺さってないけどな、あれ刺さってなくない、何一つ、これマジこれ何一つ刺さってなくない。雷光レベル87か、上げてる最中ありがとうございます。まあ一旦カビゴンでいくか、雷光じゃないわ、カポエラ以外には大体強いからな、普通に。さあカポエラとライコー来ました、いいですね、いいねいいね。からのキングドラとサンダースをしっかりと出していただこうとか、これで威嚇を食らってしまう。まあ、サンダースはね猫魂がライコーと違ってね無効じゃないっていうのが、まあ、かなり痛み沢ですね、はい、これ猫魂瞑想されたらもうさすがにちょっとブチギレ発狂パラダイスだな、それはちょっときついね。それじゃなかったら許すわ。でもマジでサンダースに猫だとは思うんだけどな、シンプルに考えた結果ここ濁流行っちゃっていい感じ、ここ濁流行っちゃっていいっすよね逆に。さあサンダースいいね、今のサムネおさえー、さあサンダースサポート読んだから猫魂打ってきたのこの男、さあ光の壁、おっと、まあ瞑想よりかはマシなのかな。あー、このキングダラダクリを外すことにバグレベルの定評があるポケモンです、許せない。命中下がれ、せいやー、さあキングダラ命中下げていった、この男本当に神だ。あーでも当ててほしいね、どちらかというと全然当ててくれる方が嬉しいんだけどね、シンプルに。普通にね冷静に考えた結果で、ここはねキングダラに集中しますよ、ぶっちゃけ当たり前ですよね、ここキングダラに集中します間違いなく、もう僕はね分かってます。ここで嘘泣き守るを選ぶというこの胆力、この精神力、これでサンダースが生き残ったら次雨乞い濁流、これでいけるわけよ。逆にこのターン雨乞いしてしまうと次嘘泣きよりグドラの方が早くなっちゃうんでできないんですよね、はい。まあこの段にサンダースがもし集中されてしまった場合、雨を晴れずに終わってしまうっていう悲報は発生はするんですけれども、はい、その代わり莫大な富を得ていくわ、嘘泣きによって冬中キャー。さあからのサンダース、嘘泣きが決まっていって画面映えやばいね、画面映えやばいわ、サンダースの嘘泣きでサムネ作成にキャー。さあボルトチェンジをキングドラが守っていって、このね皆さん言う通りになったでしょう、これによってワイドガードもしてこねえ、これいったわ、嘘泣き雨濁流はさすがに壁あってもこれ雷光受けれないよねこれ受けれないよね、絶対これも受けれないと断言します。インファ不意打ち猫魂、もう一個なんだろうな、ワイドガード来たらここをしばくわ、さすがにワイドガード来たら世界を壊す、チャンネル譲渡するわ、いやそれはダメだ、それはダメだ、いやもう絶対いらんことしてくんな。フェイント。それ以外なんだ、あ、ライコ引く。ウツボット。おぉ。ウツボット出してきてるね。冬地。オッケーオッケーオッケー。シェーイ威力強すぎー。さあ、サンダースの雨乞い。この、うわ、手動雨乞いとかこれ50億年ぶりぐらいに使ったわ。おぉ。マスターさんとポケモンの前身となる作品一緒に作ってた時、以来だわ、手動雨乞い作ったの。からの、え、威力弱すぎる、光の壁あるとは、ちょっと弱すぎて、ちょっとびっくりしてんだけど、え、弱すぎない？え？シャレにならんぐらい弱いやん。どうするこれ。カポエラ引く？カポエラ引いとく、一旦。あれ？
ちょっと待って、まあ雷行くか、カポエラに雷行くわ。うん、でキングドラは、え、これさ、コータスに交換しながらウツボットがさ、なんかキングドラ突然抜き始めるんやけど、びっくりすることに。まずいね、それは。でもこれ雷を当てればかなり熱いね。当てさえすれば許可するわ。キングドラ狙い、キングドラ狙い、キングドラ狙い。眠りごなと来たか、てめえ。さあウツボット、俺を怒らせてしまったようだな。これなんかワンチャン耐えない、グドラ。これ速攻機しよう。うん、速攻機ボンバーしよう。いやマジ速攻機ボンバーしようよ。手動アーマゴイでコータス倒そうよ。壁あってもコータスならいけるんじゃない、さすがに。え、無理っすか、無理っすか。いけるよね。これいけないってこと。ヘドロ耐えろ、耐えるね。けーさー、さあ雨乞いを手動で展開していったからのキングドラ。濁流当てるだけだ、あとは当てるだけだ。キングドラお前は当てて、せーさあコータス倒せ、倒して、めかーしゃーしゃー、見たか、光の壁を貫通していったのはこの男だ。しゃー見たか、これがキングドラの底力だ。2009年全国大会優勝の構築の底力だよ。はい、これでコータスを倒したことによって雨乞いはもう書き換えられませんというところまでしっかりときましたね。さあ残りは雷光とウツボットと、カポエラか。あ、もう割れてんじゃん、割れてもうてますね。じゃあカポエラがきついからルンパから行く。でもルンパ行ったらとはいえウツボットきつくない。まあいっか、いいか全然。それもまた一強だな。いやカポエラだけ倒せばもうカビゴンで勝てるっていうところをもう10点置いてくわ、さすがに。じゃあさっきのウツボットの火力的にはさすがにヘドロ爆弾耐えるよ。これはこれはね、雷もうカポエラ必要に、ね、狙っちゃうわ、僕レベルになると。うん、ここはね狙っちゃいます。猫魂でカポエラ止めちゃおうよ。猫を雷でやっちゃうか、削ればいける。マジでここでカポエラ出してきたのを後悔するがいいよ。僕的には雷光の方が若干きつかったか。さあカポエラさえ倒せばカビゴンでいける。え、弱すぎ、バレた。え、クソバレた。弱すぎにてクソバレた。威嚇どんだけ入れられてんねんって話。いや全然入れられてないで、1回ぐらいやんな。え、え、硬すぎバレた。ワロタ硬すぎには、せーワロタ硬すぎにより、さおお、めっちゃ、めっちゃ強い。ラム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 。お盆だ、終わった。きつすぎる。もうきつすぎな。ヘドロ爆弾毒るなよ、毒ったらやばいよ。毒っていかないのはこのカッパー。さあ雷とネット、まあカポエラーの不意打ちでも弱すぎたもんね。もうビビるほど弱かったから多分耐えるでしょこれは。これ耐えなかったらやばい、やばい。救急車が迎えに来たな。マイクに入ってるかな。お前を迎えに来たようだなカポエラー。うん、行っておいで。あ、まあ分かってんね相手も。まあ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 分かっちゃってるわ。いやでもこれ麻痺したことによってこれカビゴンで抜けね、カポエラ。てか、さあ雷で雷光全然食らねー、全然食らねー。さあからの熱湯でさあけー、雷光をバッチリ倒していったのはこのカッパ。さあヘドロ爆弾でその使命を全うとしました。 OK です、いいですね。ルンパッパって実際何、このポケモンって何の具現か、これ何のゴング、このポケモンは実際のところ、まあ、知らないんだけど、なんかなんかのお化けみたいなコメントしてるやついたな。何やったっけ、
キューカンバーのお化け、いやキューカンバーではないか、なんかじゃこう、ま、わけわからんな、冷静に考えた。あ、メキシコのお化けか。カモノハシ、カッパはカッパ、あ、ハスのお化けか。ハスのお化けみたいに言ってるやついた気がしたわ。じゃマジ意味不明なんだけどな、まあ、メキシコのおっちゃんって感じですね、ルンパッパは。いやこれルビサファからこのポケモンかなり好きなんですけどね。カポエラの素早さを抜いてるかどうかちょっとマジ吟味していきたい。90やで、カポエラは無振りで90なんよ。これ抜いてますね、これ抜いてもうてますね。オボンも消費したんで、これもうのしかかりと雷で行きたいけど、これ眠りごなっすね、これきついの。バグレベルの眠りごなきつい。しかも猫直し動かれていく、やめてくれ。最後までこの技で俺を怒らせてきたようだな。これちょっとマジ怒っちゃってんな。壁なくなっていこう。さあ壁がなくなったの、この動画は雷でカポエラを倒すことができるのかできないのかい。カポエラをさあ倒せば絶対にカビゴンでウツボットをバチバチに殴り勝てる、間違いない。カポエラもなんならインファイトワンチャンぐらい耐えないか、これ実は耐える説あると思います。ケイヤー、これは何を選んでいたかわからないが、不意打ちとかでしょうかね。守るないよね。さあ雷でいいね、これのしかかりで倒せるんじゃないの。ギガドレイン、まあまあまあ全然いい。カビも起きろ、カビちゃん、カビシー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 、のしかかってカポエラを倒せ。ベカー、きたー、きた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 、負けてはいられないよこの勝負。これはさすがに2009の威厳保ったまであるわ。さすがにこれ保ってまいましたね。これは勝ったわ。もう50億回ぐらい眠りごな食らっても勝てるわこれ。当てていく、意識高きこの男、いいね、いいよ。雷光の上位互換、サンダース雷光の上位互換、ヘドロ爆弾せー、しかも雷光の上位互換でやるがゆえに避けていってウツボット倒したか。さあ強すぎたのこの男。いやもう完全に2009優勝者の高弘さんのもう亡霊がもう僕に憑依してるわ。あの方多分まだ死んでないけど、まあ、バリバリに生きてらっしゃるけども、もう憑依したわ。オーバーソウル群馬県さん、対戦ありがとうございました。うっしゃー、見たかお前ら、はい、はい、というわけでよろしくお願いいたします。ガブリアストリトドン、そしてヒードラン、クレスレ、バンギラス、トゲキスということで、もう本当に揃いも揃って中ポケばっかり使っていきやがったな。それに対して皆さん、僕が使っている今回のパーティーご存知ですか。この6体を見て何のパーティーか分かる人いるかな。まあ多分一人もいないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、サンダース、ルンパパ、キングドラ、マリルリ、メタグロス、カビゴン、これが何を意味するか。そうです、その通り、2009年ダイヤモンドパールプラチナ環境での日本一に輝いた方のパーティーでございます。はい、こちらのねパーティーを使うことによって、あ、ちょっと待って、あ、やばい、現在のチャンネル登録者数がバチコリ打ったままだと。まあ、これ2回目の解説なんですけれども、まあ、このね、まあ、サンダースが強いということでやらせていただきます。もうガブリアス芝生はさすがに許せん。ガブリアス、サンダース、グドラ、サンドラからのルンパ確定で、これマリルリさ、バグレベルに刺さってない。これマリルリあえて対策してないやん、これ勝ちやん、これマリルリで、これ逆に勝てへんとかある。これもうマリルリでもうクリセリアも突破するしな、全部1秒ぐらいで。さあ出してきたのはクレセリアとトゲキス、さあ来た。これに対してはサンダース、電気タイプで抜群をつく能力があるポケモンです。さあここは雨乞いでも行っちゃおうかな、それとも雷ぶっぱ。バンギラスが後ろに控えてることも考えると、まあなんかバンギ来た後に雨乞いでね決めたいっていうところもあるんですけれども、あるよね。でもトリクレもするか、いや待てよ、これトゲキス守るっすね、冷静に考えて。はい、これ冷静に考えた結果、あのトゲキス守らない意味がないという結論に到達しました私。はい、ちょ待てよ、これマジカルシャインとか食らったら終わるな、普通にこれマジカルシャイン食らったら終わるわ、雷いくわ、うん、逆に決まるわこれ、逆に
こいつ守って俺を怒らせてきたようだな。さあ濁流でクレセルの命中率を下げていきたい。ここは絶対に下げてしまいたいね。あーやばすぎるダメージ、本当にやばすぎるダメージ。もう命の玉のダメージあまり変わりません、もはや。これに関しましてはいいでしょう。これまずいですね、これまずいね。いやこれ読めたわ、これ50手先ぐらいまで読めたわ実際。うん、ここはルンパッパを出します。サンダースはルンパッパに交代します。そしてキングドラもマジカルシャインでもう倒されます。もう好きなように倒されます。これが何を意味するか次のターンで皆様にお届けしたいかなと思います。この意味が分かった方分かってますね。最後ケースでなんとルンパッパに攻撃してきやがった。からのマジカルシャイン、キングドラいい感じに耐えろ。シャイン、キングドラナイス。さあ濁流を当ててしっかりと命の玉の反動で倒されるところまで調整してる。トロロロ、全然喋れていない。調整していったのはこの男。さあキングドラが倒れてこの盤面がどうなるかわかるかな。さあマリルリ行ってこい。さあ10年前からフェアリータイプがないマリルリ、強かったわけなんですけれども、まあもちろんもうフェアリータイプが追加されて腹太鼓アクアジェットジャレツクができるマリルリ止められるわけがないですよね。さあここで猫魂腹太鼓ができるということですね。さあ観念しろ。さあマリルリの腹太鼓に震え上がれ。もうお前の生きる道はない。ここからなんですよね。結局このようにトリックルームでマウントを取られてしまったとはいえ、このように腹太鼓でバッチリ返すことができる。ここでねエナジーボールされたらちょっとマジで俺も血管切れるわ。うん、もうくも膜下出血でいかれるわさすがに。頼むよエナジーボールだけ本当に許せない。サイコキネスルンパッパが本望、ガチでこれ望んでるね。本当に望むと書いて本望。ああおたお、え、よけろルンパ。まあ半分ね、うん、まあギリギリ半分以下のダメージに抑えたというところで、まあ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 、うん、まあギリギリって感じですね。うん、これは本当に惜しかったね。もうちょ、本当もうちょっとでもう怒り狂うところだったね、シンプルに。いやこれどうしようかな、まあ、クレセがエナジーボールあるならマジ話変わってきたな。うわーこれもギガドレイン、ギガドレインとまあじゃれつく、いや悪事でいいか、いやトリトドンがありえるのか。いやちょっとまだ冷静に考えて、これどうなんだろうな、これトゲキスは守る可能性あるようなぶっちゃけな。それ考えたらクレセリアにじゃれつくした方が一応セーフティーであるんだよな。さえあれ？クレセリアが生き残ってんな。マリルリ生き残ったか？ああ！威力高すぎない？え、威力高すぎない？なんか。は？今回ルンパパまあまああるんだけど。あれ？しかしトゲキスがこの指止まれもマジカルシャインもない可能性ないわ。キングドラにマジカルシャイン撃たれてるわ。おい、ちょこれナメプかこれ。おいせーナメプ返し、じゃれつくを当てない返し。まあ12万記念でまあじゃれつく2回外してみたドッキリですね。これがこれいわゆるドッキリ企画、将棋を見習って降参します。不殺、殺さないと書いて不殺。うん、やっぱうちのマリルリやっぱ友情に熱いから、うん、腹
腹太鼓して攻撃上がったじゃれつかなんか相手にとてもじゃないけど当てることなんかできないから、優しい心持ってるから、まあ、それに比べてね、まあエナジーボール打たれてね、裏切られたわけなんですけれども、まあまあまあ優しい心垣間見えたかな。うわ、 YouTuber としての株上がっちゃったわ普通に。